辻井美香は日本の元女性モデルで元レースクイーン。三重県出身。2009年、アップガレージ、ドリフトエンジェルスのオーディションに合格し、初代メンバーとして D1 グランプリのレースクイーンを務める。当時のドリーエンは、チームパンサーとチームラクーンの2チームに分かれており、そのうち、辻井と佐藤彩菜、青井襟、桃川智美、片山希咲の5人は、 タヌキ顔ということから、チームラクーンというチーム名が付けられていた。だが翌年以降のドリエンは4人編成に統一された、ため、このような体制は同年限りとなっている。その後2012年、イースマイルに所属し、2013年のスーパー GT で、レクサスチームペトロナストム S、松本清司レースクイーンを務める。翌2014年と2015年は、 LM コルサ TWS プリンセスとして、スーパー GT と D1 グランプリ 86BRZ レースのレースクイーンを2年間務めた。2016年と2017年には、スーパー GT300 クラス BMAX NDDP レーシングガールを務め、さらに2018年からは NDDP レーシングウィズ BMAX が、スーパー GT500 クラスへグレードアップして、 モチュールの冠をつけるようになったことから、辻がもう一人のモチュールサーキットレディとして活動することになった。翌2019年も引き続きモチュールサーキットレディとして NDDP レーシングウィズ BMAX をサポートしたが、同年11月21日、自身のブログでレースクイーン卒業を発表。時に32歳であった。その後2020年7月29日、 イースマイルを対象したことを自身のブログで発表し、表舞台から退く。半年後の2021年1月30日に更新されたブログにおいてアメリカ合衆国に移住したことを明かしている。イースマイル所属時は1989年生まれと表記されていた。ただし二人組の居戻りが設置された年もある。ちなみにこの年のニスモモチュールサーキットレディは、 小泉奈が務めた。当時のドリエンでは、チームパンサーの一員だった。TBS 系列にて生中継オンエア。ボートレース PR で、松原さんやさんと、辻美香さん来社 YouTube2021 年2月15日、閲覧。ありがとうございます。